えーこんにちは、そっか塾の久保でございます今回ですね、そっか塾のセールスはそういえばねあのー、やんなかったですねあの年に一回だけそっか塾のセールスをするんですよ、大晦日にで、今回はちょっとしてませんでしたあー、ついついね、年に一回のそっか塾のセールスするの忘れちゃうんですけどもまあけどおかげさまでね、今年も二十名ほどの方がそっか塾に入ってくださって で、えー、速下塾に入る時に必ずね参加概要ってのをお送りすることにしてるんですよこの参加概要を読まずして即下塾に入ることはありませんしあとお気づきになったかもしれませんけど即下塾の支払いってめちゃくちゃ面倒くさいんですよね。というのが普通こういう風ななんかビジネス塾とかオンラインサロンって夜中にねスマホとかでワンクリックで決済できるようになっていたりとかクレジットカードでポンとやったりとかねできるはずなんですけども私の場合は銀行振込しかやってないんですよ。 これ銀行振り込みになってくると何がめんどくさいかっていうと現金を ATM に持ってってピピッピッと押しながらエッチラホってやらないといけないんですよねでその前に現金を引き出さないといけないという作業もあります基本的にはそんな感じですだからめんどくさいからその間に熱が冷めてやっぱやめようかなっていう感じになると思うんですよでそういうふうにね私ノリで決済してほしくないんでこういうふうにしてるのともう二重三重に手間をかけてるんですよねだからそっか塾にうっかり入っちゃったってことは基本的にいないと思うんですよ まずは、そっか塾のセールスしてないんで、そっか塾に入れるのかどうかもわからないし、そもそも私の動画を見る中でね、ああ、そっか塾っていう塾のセールスの動画なんだっていうふうに考えてみる人いないと思うんですよ。しかも、チャンネル登録お願いしますすら言わないですからね、私の場合は。<laughs> だからもう本当にフランクにやっていて、で興味持ってくださった方が、あの動画概要欄とかに、たまたま見かけた時にね、そっか塾のお問い合わせみたいなのがあるから、そこにメールをしてみると。 でメールをすると多分私のねあの個人宛の動画が送られてくると思うんですよ。ここんにちは木村さんんんににちちはは村ささとか田中さんみたいな感じでねでそれを見てどう感じるかっていうところで速下塾にお問い合わせをする方と速下塾にお問い合わせじゃなくて他の雑談に入っちゃう方とねいろいろ分かれるわけですけどもその中でも速下塾に興味を持ったよって方は多分私の方から速下塾の参加概要をねお送りすると思うんですよね。じゃあ今回の動画のタイトル「速下塾で騙されちゃった人」。 っていうのはどういう意味かっていうと即下塾の参加概要もしくは私の最初のね紹介動画の中で即下塾っていうね塾の話をすることもあると思うんですよでこれは基本的にはビジネス塾なんですけどもまあビジネスって言っても簡単でね別に即下塾入んなくても稼げるんですよというのが商品作って集客して販売すればいいわけでしょ以上ですよ、うん、だから即下塾入んなくても一人でできるんだったらやればいいと思うんですよねで即下塾に入るメリットって何かっていうと例えばね 希望すればですけども私の1万人以上の登録者がいる YouTube チャンネル私のアカウントからあなたのことを紹介してあげますよってことなんで YouTube をされてる方とかメールマガジンをされてる方とか商品を持ってる方っていうのはまあ売り上げは上がりやすいですよね売り上げは上がりやすいですよ一人でやるよりもまあ私の1万人以上のメディアで扱うわけですからそれがわかる方は まあそのね影響力を購入するっていう意味で速下塾に入るのもいいんじゃないかなと思いますしすでに速下塾でいろいろ活動されてる方とすぐ仲良くなれるんでそれは一つのメリットじゃないですかこれを一人でやろうとしたら多分速下塾のねあの入塾費用とかじゃ全然間に合わないと思うんですよもちろん速下塾に入るよりも一人でやった方がいいよって方はね全然無理して入ることないですしそもそもそういう方って私の動画最初から見てないと思うんですよやっぱりみんなで何なかやりたいよねとかね そっか塾に入って少しでも勉強になればなっていう謙虚な方とかが入ってくると思うんですよで一生懸命ねそっか塾にケチをつける方もいると思いますけどもその人はその人でね私の再生数にちょっと加担してくださってるっていう意味でねほんとありがとうございます興味がない方が攻撃する意味で私の動画にコメント書いたり再生数に貢献してくださっても私の売り上げにはなりますんで皮肉にも私のビジネスを成功させてることに協力してるのはアンチコメント一生懸命書く方なんですよねさあそれでね そっかで騙されちゃった方がどういうことかっていうことをこれからやっと話し始めるんですけどもあのまずね私がお金を稼いであなたにポンと渡すっていう塾ではありませんよと実際に稼ぐのはあなたですよと稼げない方が当然いますよとそういうことは散々申し上げますっていうか言わなくても分かりますよねこんなことはね <laughs> 塾に入ったらみんな稼げるんですかと塾に入ったらみんな東大に合格するんですかそんなことはないですよねどっちかというと 全ての教育コンテンツやこういった何とか塾ってそうならない方の方が圧倒的に多いわけですよ。ね、で一部の方が稼げるようになるし一部の方があの大学にも合格するんですよ。全て一部の方ですよだから塾っていうのは結局一部の方になりたい人がさらに激しい競争を求めて、えー、もう血で血を荒らすって言ったら大げさですけどもね、まあ、勉強に勉強を重ねて結果を求めるっていう。 とところだと思いますそして今日の時点で稼げない方でもじゃあ未来英語を稼げないのかって言ったらそんなことはなくって自分の可能性に出会えればいいわけですからね。うん、であとはね塾に入ったことを無駄にするのか無駄にしないのかっていうのは私の責任でもありますけども半分はご自身の責任ですよ。やっぱりねどんなことも私が代わわりにするわけではないんですよ私は情報提供するだけです。そのののの情報をどどどうううう使使使かかかこままで使うのかどんな風に使うのかは、ま、さにはさ 私の仕事ではなくなるんであなたがやってくださいって話ですよねこれも私がわざわざ言わなくても理解できてる方ばかりだと思うんですけどねだから理解できてない方が入ることのないように間違って入ることのないように間違って入金することのないように私はこういうふうに面倒くさい支払い方法といちいち何回も問い合わせをしないとそっか塾ってものの存在がわからないようにはなってるんですよでも一部ねちょっと賢い方が私の動画をちょろっと見ただけでねあ この人はビジネス部をやっていて、そのセールスを今か今かと待ち構えていて、ずっと動画を見ていると、どっかでセールス動画が来るんだな、それは警戒しようっていうふうに考えてらっしゃる方がいるかもしれません。はい。年に一回私はセールス動画を作ります。サムネイルには、この動画はセールスが含まれてますので、絶対にそっかしく買わないぞって決めた方は見てもしょうがないですよっていうふうなサムネイルにしてます。ですんで、それを踏まえてね、再生する方っていうのは、 気に入ったら買ってみようかなっていう風な興味のある方だと思うんですよ。だから文句ないですよ。だから買わない人がいくら文句言ってもあなたは買わないっていう価値観で速貨宿を見てるんで価値を感じないのは当たり前なんですよ。ねこれわかります。だって速貨宿買わないぞってビジネス感インチキだぞって決めてる方が私の動画を見たところでそれは買わないって決めてるんでどれを切っても否定的にしか見えないわけですよ。でも絶対非で自分がいいと感じたものにはちゃんと対価を払いますよ。 自分が美味しいいとと思った食事にはちゃんとお金払いますよもっと言ったらねファミネスに行ってなんかジュースがまずいパスタがまずいでも食べちゃったしな注文しちゃったしなお金払わないとなっていう風にしてちゃんとお金を払って帰る方は私の動画まともに見れると思うんですよ。なんならあれですかね食べたり飲んだりして気に入らなかったらお金払わないってことがまかり通るんですかねじゃあそういう方は商品買わない方がいいと思います。ね。 いや私ね、トランザムっていう車に乗ってますしあのー、まあなんですかねセルシオかセルシオって車にも乗ってますしベルファイアにも乗ってるんですよ乗る前はその価値や乗り心地は分かりませんお金を払って購入して期待通りかなと思ってドキドキワクワクしたが乗ってると故障が多いなとかね思ったよりかっこよくないなあれ燃費が思ったより。 良くななないいじゃないかんだよこれって文句は言いますけどもでもねだからといって詐欺じゃねえかってつっかえすことはしませんからねできないですよねそういうの全部覚悟で購入した後のことも覚悟してそして買わなかった時のことも想像して一つの商品とかこういったデジタルコンテンツって購入に向かうと思うんですよだからこういうのって別に私がねこうやってくどくど言わなくても理解されてるからばかり,ばかりだと思うんでね何を今更っていうふうにここまでご覧になった方はね思うかもしれませんよね うん、だから要するに私の、うん、感覚はするとね何、うん、かその何にでもケチをつけたくって自分が正しい自分の判断は正しいって方いるんですよ。まさに今のロシアのプーチン大統領はもう自分が正しくって自分以外の考え方は認められないとどんな交渉にも応じないって感じで人の命まで取ってるわけですよ。うん、だからね一生懸命ね人の動画にわざわざやってきて。 嫌なコメントねっ、ね、平和に暮らしてるウクライナって土地にやってきてミサイル落とせお平和に暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんでよし殺してしまえみたいなことでしょ、うん、だから楽しくやっている例えば私のね動画があるわけですよ。で納得してる視聴者さんとか楽しんでる視聴者さん価値を感じてる視聴者さんが見てるわけなんですよ。そののいい関係のところにね反感感だけを感じてててる人がやってきて 文句を書いたり不快になることを一生懸命やってるわけなんですよこれミサイル撃ってるのと同じですからねお前はロシアだって感じですよ <laughs> その辺ちゃんと理解できる方ばかりじゃないですか要するに自分が悪いことをしていてこの活動要するにアンチコメントを書く向こうには何もないとただ人を傷つけたい傷つけて人が嫌な思いになったらよし勝ったぞって思うよねいやらしい精神の方ばかりなんですよねだからアンチコメントって書いてる人の人生がさしくなるだけだと思うんですよいやでもね 人のことを貶めて幸せになるんだったらやればいいと思いますよ。私はこの動画をずっと晒し続けますので、どんどん叩いてください。ざまみろって感じですよ。痛くも痒くもありませんからね。<laughs> はい、そういう感じでね、今日の動画に変えさせていただきます。えっ、ー、と、即下塾に来て詐欺にかかっちゃった人。それはどういうことかっていうと、売上げの保証はしませんよと。頑張るのはあなたですよと。儲からないかもしれませんよって前提で即下塾に入ってきて、たまたま儲かっちゃってた。ね、たまたま売り上げ上がった人。あなたは私に騙されて、 稼げないはずなのに稼ぎちゃった人です。ご抽象様でしたという風でございますね。<laughs> じゃあいってらっしゃい。